ダニエル・テイラー・ボーゲルバックは、アメリカ合衆国フロリダ州、リーグン、ノースフォート・マイヤーズ出身のプロ野球選手。右ト左ヒ MLB のミルウォーキー・ブルワーズ所属。愛称はボーギー。2011年の MLB ドラフト2巡目で、シカゴ・カブスから指名され、プロ入り。契約後、参加のルーキー級アリゾナリーグ・カブスで、プロデビュー。6試合に出場して打率。 二百九十二一本塁打六打点、一盗塁を記録した。二千十二年は、ルーキー級アリゾナリーグカブスと A-9、ボイシホークスでプレイし、二球団合計で六十一試合に出場して打率。三百二十二十七本塁打六十二打点、一盗塁を記録した。二千十三年は、A 級ケーンカウンティクーガーズと A 級デートナカブスでプレイし、 2球団合計で131試合に出場して打率。284、19本類七76打点、5盗塁を記録した。2014年は A 級デートナでプレーし、132試合に出場して打率。268、16本類七76打点、4盗塁を記録した。オフにはアリゾナフォールリーグに参加し、メサソーラーソックスに所属した。 2015年は、ルーキー級アリゾナリーグカブスと AA 級テネシースモーキーズでプレーし、2球団合計で81試合に出場して打率。279、7本類打、39打減、1盗塁を記録した。オフの11月20日に40人枠入りした。2016年は、開幕から、トリプル A 級アイオワカブスでプレーした。2016年7月20日に、 マイク・モンゴメリー、ジョーダン・プライーズとのトレードで、ポール・ブラック・バーンと共にシアトル・マリナーズへ移籍した。移籍後は、参加のトリプル A 級タコマ・レーニアーズでプレイし、移籍前を含めて2球団合計で133試合に出場して打率29。292、23本塁が96打点を記録した。9月12日にメジャー初昇格を果たすと、 同日のロサンゼルス・エンゼルス戦でメジャーデビュー。この年メジャーでは8試合に出場して打率083を記録した。その後はマイナーでは好成績を残すもののメジャーでは力を発揮できないシーズンが続いていたが、2019年はメジャーに定着して開幕から本塁打を量産し、前半戦だけで21本塁打を記録してオールスターにも選出された。 しかし、エドウィン・エンカーナシオンの一席により、自らにマークが集中した。後半戦は、ゼフ・フチョーに陥り、本塁打も9本と、大幅に失速した。最終的には144試合に出場し打率、208、30本塁打、76打点の成績を記録した。2020年8月19日に、ディエフェとなった。2020年8月23日に、 金銭トレードでトロントブルージェイズへ移籍した。9月1日に DF となった。2020年9月3日にウェーバー工事を経てミルウォーキーブルワーズへ移籍した。オフの12月20日に年俸調停を回避し、1年140万ドルで契約公開した。ありがとうございます。